勝、連敗が止まったマリーンズは種市を立てて臨みました。しかし立ち上がり、オゴを倒れた後、村林君と浅村島内連続フォアボール。しかしその後鈴木大地見逃し三振、岡島空振り三振と、1回は三振3つで0でした。その裏マリーンズワンアウトから藤岡打った瞬間という今シーズン第2号のソロホームラン。病み上がりの庄司が先発マウンドだったんですが、前日の15安打の勢いそのままに藤岡のホームランが先制1対0。2回にも庄司を攻めます。桜がヒット、バッターは佐藤俊也。今日は GG さん、よく伸びましたね。方向ね、最近伸びるんですよね。今来ましたね。タイムリーヒットになりまして、これがタイムリーツーベースで2対0とマリーンズが目離します。さらにランナーフォアボールで2人たまってノーアウト満塁で9番の小松、前日にはタイムリーが出ていますが、ここは当てただけのショートゴロ。663ダブルプレーの間に三塁ランナーがホームに帰っています。3対0で9アウト。それでもここで終わったら嫌だなという流れの中、1番の堀野がカーブを捉えて三遊間タイムリーヒットで4対0と、マリーンズが前日の勢いそのままGさん残ってましたね。ここには大きかったですよね、はい。ただ種市なんですが、2回は三者凡退、3回ランナーを止めて島内ライト前にタイムリーヒット。今日はいかがだったでしょうか。種市はストレート良かったと思うんですけど、最後フィニッシュのボール、この変化球若干高かったかなというところがありますよね。さらに鈴木大地フォアボール、ランナーをまた止めてまた満塁という中で、岡島ショートゴロに打ち取るんですが、ダブルプレーとはならず、警察官崩れの間に1点返されて4対2と、4対0から2点差まで差を詰められます。で、4回もフォアボールを出したんですが、なんとか抑えました。一方庄司いかがだったでしょうか。3回以降は尻上がりにね、これ調子よくなっていきましたよね。ストレートの変化球も素晴らしかったと思いますね。このカーブやあとはスプリット系もよくストライクを取ってきましたね。5回もランナー出しながら外を打ち取って、結局5回86球5安打4フォアボール失点4でマウンドを降ります。で、種市なんですが、この6回いきなり2人にフォアボールを与えてから追うのタイムリー、取られ方が良くなかったですね。フォアボールね、結構もったいなかったですよね。そしてこれから浅村にもフォアボールを与えてしまうんです。結局種市は5回3分の1、6安打、121球も7フォアボール、1デッドボール。ちょっとね、打たれずにランナーを出してしまってというところ。じゃあここで吉井監督、ピッチャーを西村にスイッチ、なんとか頼むという中で迎える島内、3回をタイムリーですが、この6回1塁線を破る2点タイムリーツーベースで逆転です。5対4、西村ここは本当に切れず、イーグルスが逆転成功します。さらに6回マリーンズ反撃に転じたいところ、鈴木ソロを攻めた小倉がツーベース、石川もヒットで出るんです。その前に佐藤俊也がこのキャッチャーファウルフライ。石川がライトでヒットを打って1・3塁で、ここでも安田に耐えて岡を使ってきた勝負勝てましたよね。高めの勝負いきましたけどね。ダブルプレーと2点を取られた後だっただけにすぐ返したかった吉井監督の思い実らず0になります。で、7回です。イーグルス沢田を攻めます。先頭の辰巳がツーベース、太田が送りバントを決めてランナー3塁、ワンアウト3塁から9番の久保田、大体タイムリーと1点は重く振り越しかかります。さらに1番の5号はフォアボールの後、村林がこの辺りを打ち取っているんですが、この次のころリリース送球がそれました。結果エラーでもう1点入ります。7対4。さらには浅村井内観光チリライト前タイムリー1対4と4点ビハインドレイグルスが作り、4点リードを奪ったこの7回でした。ただマリーンズも8回反撃に転じます。渡辺を攻めて、こちらもフォアボールからランナーを貯めて、佐藤俊也もヒットでつないで途中出場、茶谷の右中間、渡辺
代わった酒井。小木のこの当たり、いい感じで捉えたんですが、途中出場、レフト田中克樹が取って、この回は2点止まりでした。そして9回、則本登場。藤岡が内野安打で出塁して、ポランコ、外、ショートライナー三振、そして最後も角中、こちらがサードライナーで、ワンツーフュース。8対6、イーグルスが勝って、このカード2勝1敗勝ち越し、マリーンズは連勝なりませんでした。庄司に今シーズン初勝利となっています。